いろいろね、やると面白いですよね。これやってみましょうか。まあね、他の面もね、試すっていうのもありますからね。今一つの、あ、これかな、昨日やったのな。2009年やったもんな。多分これですね。これもロックバン X のね、タイトル画面のね、違うわ。ロックバンワールド3かな ?3 か4か、どっちかですね。このタイトル画面の曲ね。おお、昨日これやったんやった気がするな。これも 6X ですね、曲が。あ、そうそう、これ昨日やったんですよ。昨日この面やったんですよ。これもむずい面だったんですよ、めっちゃ。めっちゃむずいんですよ、これ。バブルマンの面にしてはめちゃ難しいっていう。音楽も全然違いますからね。なんか新鮮なんですよ、だからね。オリジナルのロックマンと全然違うからね。これも厄介やな。これ下の E 管取りたいけど無理しない方がいいな。これ降りていいね、ここね。多分。あ、水の中か。1アップがあるな。これは、ギリジャンか、これ。あ、そうか、そうか。水の中やからギリジャンじゃないやん。高くジャンプできるやん。こっからこう行けば1アップ取れ、あ、いけないんや。そうか。1アップ取れないのか、あれ。水の中にこの敵がいるっていうのもね、扇風機のやつね。これ降りていいんやな。あれ、もうボス。早い。短いな、面。中ボスか?あ、中ボスっぽいね。あ、やっぱ怖い。これね。まあ、この敵はおなじみですからね、中ボスとしてはね。あ、回復取りたい。あ、食らった。音楽かっこいいけど、これ何のゲームの音楽かわかんない。多分オリジナルの曲かもしれんね、このゲームの。これシャッター向こうにあるけどな。おお、ギリギリや。ああ、これは別の道ってことかな。いや、もう全くね、未知のロックマンをね、プレイするってこと自体が僕はこう画期的でね、すごく嬉しいんですよ。嬉しいですね、本当。やったことがないロックマンを楽しみたいっていうね、ロックマンファンとしてはね、公式のロックマンとは、じゃないとはいえね、楽しいですよね、これね。浮力が高いから、この面はまだ優しいのかな。昨日やった時この面ね、ここまで進まなかったんですけど、序盤でやられてましたけどね。だいぶ分かってきたから、コツがつかんできたってことかな。なんかメトロイドみたいですね、あの敵ね。ああ、これね、戻されるとね、戻されるとね、また、この中ボスの体力が戻っちゃうから、これでボスかな。1アップ取りたい、1アップじゃうわ。回復、取りたいけど、お、取れた、取れた、よかった。よし、取れてよかった。これでボスかな。YD マーク出てるからボスでしょうね。多分バブルマンですね。ボスまで来たのは初めてですね。さあ、パターンは、あ、パターンは同じっぽい。オリジナルと。あ、見えない。
消えるの？消えるんや。オリジナルでめっちゃ強くなってるんや。この音楽なんかしかもイースの曲ですよ。イースのボス戦の曲じゃないですか。強い！オリジナルよりめっちゃ強なってる。またボス戦の曲は意外と合ってますよね。イースのボス戦の曲ね。あ、透明でも当たるんや。透明っていうか。見えないとこでも当たるんやね、一応攻撃は。うわ、ヨガテレポートみたい。うわ、強え。うわ、強えわ。消えるバブルなんか。これ多分弱点とかも違うんでしょうね。多分原作のね、6万2の弱点が通用しないのかもしれませんね。そんな気がします。もう全く別物として見た方がいいですね。同じボスでも。これもうね、バブルじゃないですよね。目玉投げてるようにしか見えないですよね。うわ、強え。ダークバブルマンって感じですね。今のゲームオーバーの曲もなんかどっかで聞いたことがある。はい。